今回は掛川市下俣にある老舗キネマ食堂に行ってきました。店の前の看板にはもうじき100年の看板があります。第二次世界大戦も乗り切った歴史あるお店ですね。ちなみにキネマ食堂って特徴的な名前ですけど、名前の由来は当時大衆娯楽のナンバーワンは映画かっこシネマで、それにちなんでお客さんが名付けてくれたそうですね。さらにシネマとキネマの違いですが、当時シネマのシネは死ぬのシネと意味言葉とされたため、昭和以前ではキネマが定着していたそうですね。そしてこちらはメニューですね。もうね、ラーメン520円からとてもお手頃なメニューがずらっと揃いますね。セットメニューも1000円以内で食べれるんで、これは本当にありがたいですね。定食の種類もいろいろあって、それも軒並み1000円以内なんで、これは本当に嬉しいですね。そして今回はラーメンカレーライスセットを注文しました。それではいただきます。もう見た目からうまそうですね。いやー、これうまいですね。こちらとってもすっきりした昔ながらの醤油味になってます。そして麺ですね。麺の方は柔らかめのストレート麺で、スープが絡んですごい食べやすかったですね。そしてカレーですね。カレーは食堂なんで食堂風かと思いきや、シャバシャバ系のカレーでした。辛さの中にほんのり甘みを感じてうまいですね。意外ですが、ラーメンにカレーって相性いいですよね。カレーで辛くなった口内を麺が通る快感っていうのもありますね。ラーメンの具はチャーシュー、海苔、ネギ、メンマ、ナルトと王道になってます。カレーの方にはラッキョウと福神漬けもついていて、これまた昔ながらでいい感じですね。いやー、ラーメンとカレーの広告がたまんないですね。本日もお聴きいただきました。ご視聴ありがとうございます。